はい、実況させていただいてます、シロックマンです、よろしくお願いいたします、今日はね、ロックマンワールド、ゲームボーイ版ですけどもね、はい、こちらね、ゲームボーイ版のロックマンですけどもね、こちらやっていきたいと思います。よろしくお願いします、こちらね、すごいね、ゲームボーイ版では一番難しいんですよね、はい、こちらね、ちょっとやっていきますね。これカットマンで、これがアイスマンで、これがエレキマンで、これがファイヤーマンですね。まあ、このゲームはね、まずはね、カットマンが異常に強いですから、はい。めっちゃ強いので、だからこっちから行きます。アイスマンからね、はい。めっちゃ強いんですよ、カットマンね。何やね、何回やらすね、ほんまに。つくなあ、まあ、怖いもう。一発行ってくれ頼むから。ここやねんな。ここは問題なんやな。よいしょ。ああ、もう。くそ、あんな避けられるわけないやろ。ギリジャンすぎるねほんまに。あかん。あーもう。いやねムカつくな。あーもう。いやね。何回やらすねんないところ。危ない。いやこの1ポイントじゃ厳しいな。倒せないもんなこれ。こんなんじゃ倒せないもんな。俺絶対食らうもんこんなん。あーくそ。これノーダメージで倒せないからなこいつ絶対に。絶対無理やもん。ほら、硬すぎんねん、こいつ。よいしょ、怖っ。これ、ボスまで、いけるかなぁ。あかん、無理。おぉ、いけた。おぉ、ここまでいけた。でもこれ、ボスで負けたらどっからなんやろな。ボスからやったら助かるけどな。ああ、もう。どっからやろ。ああ、よかった、ボスからや。だいぶ違うわ。あかん、こうやった。うわ、めっちゃ減るやん。滑るのはきついな、これ。あかん。あぶね。おお、倒せた。
やっと倒したの。29分もかかってるやん。これはなんかわからんけど、1、2、1、2、3、4、まあいいや。この次がカットマンですね。確かそうやな、あ、違うか。アイスが効くのがファイヤーやったか。あ、そうやな、ファイヤーや。次難しいねんな、ここもな。何やねん、ほんまに。何回やらすねん、同じことを。ああ、もう何してんねん。ああ、もう。そう、無駄にダメージ受け取るやんけ、やったら。これ絶対食らうもんな、こんなの。けどさ、ここからやっとこれ、ここで使うのももったいない気がするな、アイスな。やったら なくなってまうもんな。あー、クソ、でも食らうな。あかん、食らうな。なんか使ってもいいか。そうか、回復出るからな、一応な。使いながらやる方がいいのかな、これで。あー、でも食らった意味ないな。よしの、これダメやわ。これでやってみよう。この方が効率がいいのかもしれん。で、これで回復して、で、またこれで固めて、で、これで、まあ、出ない時もあるな、回復が。で、こいつもそうしようか。あ、でもこれじゃ意味ないのか。これじゃ意味ないんや。時にあれ、あれな感じな。出てくるよな、こいつ。こうやってやるしかないのかな。こうやって、こういう方法でやるしかないのかもしれない。こいつはもう普通に戦うか。知恵がいるな、このゲームは。ここはまあいいやろ、そのまま行っても。ここにこれ装備しとこう。
お、回復出た。で、ここ、これ使うんやな、また。これ使っていくんやな、これな。この時にジャンプしていくと。で、ここも同じく。これでジャンプしていくと。で、ここも。あー、もう食らってた意味ないやん、もう。ノーダメージでいこうとしてんのに食らっとった意味ないやんけ。出ないな、全然回復出ないときあるな。この方法がなかったらな、ほんと厳しいなこれ。やっとボスまで来た、おい。やっとボスだよ、おい。よし、倒した。ブーってずっと言ってんな、これ。一旦ちょっとここで切らせていただきますんでね。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。はい。ロックマンワールドの続きを始めます。ゲームボーイ版ですね。はい。あと二人ですね。ファイヤー倒した後は、次は、これやな。カットマンな。難しいやん。めちゃくちゃ難しいやんか、これ。ロックマン史上最高の難易度やろ、これ。そう、そうと、ここまで何回もやるのって珍しいからな。一面一面は。あかん、しもた。今のあかん。あかん。ここは難しいねんな。ここ頭絶対打つけどな。これじゃあギリギリであんなダメージ受けるしさ。意地悪すぎるで、仕様が。こんなん絶対さ、難しいやん、こんなん。これ絶対食らうやん、こんなもん。タイミング的に。ほら、絶対食らうやん、こんなもん。ここからが半分かな。半分って感じやけど。これ。ああ、これあったな。ああ、しもた。ああ、こっから多分半分やと思うねんけど。やっぱりそうや。ああ、しもた。そう、余計なダメージ受けてしまった、今。あ、やばいやばい、もう。いやね、もう、落ちんなよ。
こうやな。うわこれはちょっと敵の猛攻が激しすぎるやろ、これなんで。うわこいつおるんや。これがもうこれで固めるしかない。あかん。ああ、いけた。よかった。これこっちに行こうか。おお、いけるか。危ねえ。あ、またこれ出てくるのか。よいしょ。これ固められへんのかな、アイスで。あ、できるやん。その方がいいやんか。動かんようにしてもて。そのまま行った方がいいやん。で、これが、ファイヤー効くのかな？やってみるか。めっちゃ強いんですよね、そうじゃないと、こいつは。あ、効かない。あ、効くやん。あー、クソ、惜しいな。もうちょっとやのにな。アイス効くんかな。あ、効かない。効かないやん。あ、強い。もうね、このね、カットマンはね、あれなんですよ。もうクイックガンみたいなもんなんですよ。それぐらい強いんですよね、ほんとに。いや、強い。これは、これでやっとここもエレキマンですね、あとはね。最初からやないか、おい。いやもう何回やらすねん、ほんまに。疲れるわ、ほんま。完全な覚えゲーやな、これ。ああ、もう。こいつら倒すのも。いやーもうムカつくわー、ほんまに。回復してるときに回復出るからな、ほんまに。これがムカつくね、ほんまに。ノーダメージのときに回復出んなよ、おい。なんで逆やねん。いけた。ほらもうノーダメージの時にね、いつも回復出るもんな、これ。ほんまに。
どういうことやねん。ほら、ヒットポイントがね、ある時に出るからな、回復。いつも。どういうことやねん、これ。わけわからんわ。逆やろ、ない時に出せよ、俺。食らったら落とされるからな、それもムカつくねんな。もうやっといけた、もう。さっきこの最後のメットルにやられたもんな、あれはめっちゃ悔しかったで、おい。ボスやん。もうやっと倒した。はあ、疲れる。まあこれでね、とりあえず、4大ボスはすべてね、やっと倒しましたね、本当に。1時間半かかりますわ、4人倒すのに。どういうことやね、ほんまに。はい、じゃあこれでね、終わらせていただきます。一旦終わらせていただいて、またいつかね、ワイリーステージを、残りのワイリーステージをやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。はい、実況させていただいてます、シロックマンです。よろしくお願いいたします。ちょっとね、花粉症が の時期になってきましたね。ちょっとね、鼻歌です。鼻歌ちゃうわ鼻声ですけどね、ちょっとやってきますね。ちょっと時にはね、くしゃみをしながらねやる感じになりますからね、よろしくお願いいたします。これ最後のね、パスワードですね。ラストステージ。ワイリーステージですね。はい。これ、やっていきますね。非常に難易度高いですからね、覚悟していかないとね、勝てませんからね。はい。まあね、ステージは2ステージしかないんですけどね。でも、2ステージとも長いですからね。はい。非常に難易度高いですね。これね、最初のね、ワイリーステージの曲はすごくいい曲ですからね。神曲なんでね。うわ、懐かしい。これは、撮りたいな、なんとかして。これ、キャリーっていうね、アイテムがあるんですけど、これ、移動手段のアイテムなんですよね。さっきあいつ倒さなあかんな。よし。これで、キャリー。こうやってね、こうやって、あれ？こっか。こうやって使うんですよね、これ。そういうアイテムなんですよ。あれはいいか、取らなくても。あ、でも、回復させた方がいいなぁ。いいか、これで。結局、使ってしまってたな、今、乗ってたから。お、やばい。キャリー使うからね、たまに。回復しといた方がいいな。ふえぇふえぇすいませんね、結構ね、花粉症の発作がね、出てますからね。きついんですよね。ああ、こいつね。こいつはね、もう、アイスで固めてから倒すのが基本ですから。
これね、ここででもね、いろいろ貯めるのチャンスですよね。うん。いろいろ貯められるんでね、これ。うわ、でかいの出た。もうフルマンタンですね、これね。全部回復してますからね。このワイリーステージですね、あの、残りのね、4体ね、ロックマン2のね、ボスが4体残ってましてね、ここに出てくるんですよ、4体ね。うん。それを倒さなきゃいけないんですよね。武器を駆使しながらね。うわ、食らった。ああ、こいつ出てくるのか。やばい、やばい、危なかった。今ダメージ受けたのが救いやったな。ファミコン版のロックマン1だったら死んでましたね。ファミコン版のロックマン1の場合は、透明でも針になったら死んじゃうんでね。使ってないからね、いないもんな。回復だけ取れないな。おお、間に合った。よし、でこれはもうこれカットで倒すと。でキャリーね、ここはこの辺ぐらいがいいかな。よし。下の怖いなぁ、怖いなぁ、やっぱりなぁ、そんな気がしたんよ。こっからか。鼻が厳しいな、これ。花粉症がね、ちょっと、割とね、あんまり喋らないでプレイするかもしんないな、これ。結構ね、花粉症ひどい時ってね、なんか呼吸するのもきついんですよね。呼吸するのもしんどいって感じがあるんでね。こうやって、こういった方がいいよね。よいしょ。あー、くそ、間に合わなかった。あー、何言うの。あー、間に合わなかった。あ、ここでまた貯めれるな。この地帯でね、貯めるのにいいな、これな。出してくんないな、全然。よし、出た。キャリー。キャリーでな。キャリーはもうね、次の面でも結構使いますからね。1アップラッキー。
ここはもうね、あれですよ。ほんと、貯めるためにね、あるようなもんですよね。まあ、どのロックマンシリーズでもそうでしたけどね。これが出てくるのはね、もう貯めるんですよ。ロックマン2で出てきましたけどね、ファミコン版ではね。貯めるためのステージみたいなもんでね、これはね。まあ、じれったいんですけどね。こればっかりで。なんかゲームボーイ版になるとね、このでかいやつが妙にでかく感じるよね。このでかいあの武器エネルギーとかね。長いな、えらいこれ。まだあるのかって感じはするけど、もう全部回復してるからもういらないんやけどな。あ、終わった。しまった、終わった。あー、これまた嫌やな、怖いなこれ。一応あのキャリー使って1アップは取っとくかな、こうやって。あー、1個しか、そうか。あー、そうか、こういうパターンか。今度は真ん中がいいな、おい。そんなわかるかいな。逃げるなよ、おい。あかんな、これ、一応ね、覚えとかないとあかんね、あそこは。またあのじれったい。またあのじれったい、あの、トウモロコシみたいなとこ行かなあかんのかいな、ドリルみたいな。キャリーは1個しか出せないんやな、1回に。やばい、危ねえ。あ、しもだ。なんでキャリーって言うんでしょうね、あれね。足場作るやつね。あら、全然やな、おい。またこれか、長いな、おい。めんどくさいねな、これ。花粉症だけは勘弁してもらいたいな。これで全部取ったな。さっきのね、穴のところね、真ん中行ったら、下行ったらもう多分ね、ボスだったと思うんですよ、4大ボス。あ、1アップ取れる。よかった。ここのね、4大ボスとね、まあ、5連戦あるんですよね。あのロックマンキラーのエンカーっていうね、敵がいるんですけど、ロックマン4の、ロックマン2のね、ボス4体とね、あとエンカーってやつがいるんですけど、 5連戦あるんですよね。ここね、ここ真ん中やったな。これキャリー取りたいけどな、キャリーであれ。難しそうやな。こうやって、あ、無理やな、無理やわ。諦めよう。
そうそう、やっぱこの下、ボスですね。そう、これがあるんですよ。ドクターワイリーテレポートシステムね。これね、難しいんでね。まずはこっから行きますね。あ、これフラッシュマンか。ロックマン2のね、フラッシュマンね、アイスラッシャーね。あ、これだった。なかなか強えな。あー、くそ、やるな。強えな、なかなか。まあ、回復出るからまだいいんやけどね。これでね、一応ね、武器ゲットできるんですよ。こっち入るんか。うん。ボスラッシュなのに武器ゲットできるというね。んで、二番目が、ここか。あー、クイックマン出た。これまた鬼門の一つですよ。タイムストッパーか。まずあのロックバスターでね、ぶちのめしてから、ある程度ぶちのめしてからね。うん。あかん、強えな、やっぱり。よし、これで作ろう。フラッシュ、これか。これでもう半分減らしたらタイムストッパー使うんですよね。もうじゃあ勝てるんで。よし、勝てた。ギリギリ、ギリギリだったな、でもな。で、3番目。あ、来た。バルブルマン、クイックブーメランね。ヒートでもいいのか。でもヒートはまだ倒してないからな。なかなかやるな。結構死闘でしたな。次ヒートマンね。ヒートマンはバブルリードだから倒したボスが効くってわけやね。これね、これはもうね、あれ原作でも同じ弱点ですからね。早い、めっちゃ早い。あ、やば、食らった。よし、倒した。よし、満タン。満タンじゃないとね、もう次のエンカーはかなりの死闘になりますからね。これ真ん中ね、ロックマンキラーの、ま、エンカーの戦い。これはもうロックバスターですから。ロックバスターで戦う感じになりますんでね。これ強いんですよ。こいつが強いのでね、相当ね。あ、やばい。食らってもうた。あかん。あかん。今回ボロボロか。あ、あかん。全部食らっとるやん、おい。あかん。こいつ強いんですよね。もうこの残り残機ね、全部使い果たせで、でも倒す感じじゃないとな。あ、もう、食らったらあかんやん。あかん。
かんな。受けるの難しいな。あかんわ。ちょ、今回ボロボロやわ。半分やもん、まだ。これ強いんでね、死闘なんでね。ほんと一瞬でパターン読まないと。ほんとね、動体視力いるんですよ、こいつ倒すのね。もうあれですよ、もう、ロックマン1のね、イエローデビル並みにね、反射神経いるんでね、こいつ倒すの。危ない。よし、今回調子いいぞ。調子いいぞ、今回。あ、くらった。よし。だいぶ、避けれたからよかった。ああ、これで、ね、この面クリアですね。ワイリーステージ、第2ステージですね。これさ、今度ラストステージになりますね。本当に最後のね、面になりますんでね。ここも長いんですよね。めったな、もう。いや、もうほっとこ。穏やかやねんけどな、面はめちゃくちゃ難しいからな。これはもうこうやっていくしかないんだな。よし、来た。これはまだいいんですよね。これはまだ簡単だから、このパターンは。で、アイス。ここで半分やね。なんか蘇る、これ。やっぱり蘇ったか。くそ、もう。あかん。やばい。なんか出てくるねこれ。あかん、やばい。あかん、この位置はな、結局あれやな。そう、蘇るからな、これ。エンドレスになるんですよ。これうまくいかなかったら止めるの。いやらしい配置ですよね、本当に。こいつのいる出てくるとか、本当に。よし。てか、もうアイスなくなるやん。あー、疲れる。で、これがあるからね。あかん、あー、しもた。遅れた。からやねんから、もうアイスないっつうに。こいつもさ、マジックポイント使って戦うんやからさ、出してくれよ、エネルギーを、武器エネルギーを。あ、まあいいか、エアでも、エアちゃうわ。
カットでも。これの方が楽やな。ここね、最大の難関ですよね。ここさえいければね、だいぶね、気持ちに余裕ができますからね。よしよし。あ、しゃっ、危ね。結構ギリギリにね、あ、これするのがね、結構ね。よし、いけた。これで大丈夫や。3回だけあるからね、あれね。3回だけやから、あれがあるの。で、ずれるんやね。そう、ずれるんだ。うん。ここのスナイパー場が無視するしかしょうがない。うん。よいしょ。これ倒すしかないな。ここな。ここだけは倒すしかない。よし。あ、しもた。何食らっとんね。これはね、どうしようもないな、これは。食らうしかない。あ、ヒットポイントかな、本当に。やばいな。あれ、取りたいけどな。あー、くそ！あんなパターンありかよ。くそ、ヒットポイントを温存してるときに、あれはな。回復しとこうか。これはもう鋭気装備やな。いや、難しいわ、この面は。本当に難しい。あかん、食らうわ、ここは。ここ食らうな、いつも。本当にポイントがないな。それを、あー、食らうわ。かんな、難しいな。思ったよりうまくいかんな。で、これヒートですね。ヒート、ジャップは取れるけどな。上から行った方がいいな。こっちから行けばいろいろ取れるんですよね。せめて、あ、危ね。あ、もったいな。これクイックがいるんやな。アイス取っとくか。よし、俺よ。あぶね。これ下でよかったんだって、そのまま。あ、こいつがおる。逃げたらいい、逃げたら。あぶね。で、これはカット。よし。やばい。あぶね。ってポイントないんやからさ、ほんまに。怖っ。怖いな、ほんま。ヒットポイントないからな。危ねえ。よし、回復した。よし、極限の状態で戦ってるって感じやな。まだあるんかいって感じやな。これ乗り越えたらボスですからね。これを乗り越えればボスですからね。これね、ギリギリなんですよね、避けるのね。よし、行こう。よし。あ、
一アップ取れるかな、取りたい。はい、すいません、始めますね。これね、もう最初の残機はね、これはもうヒットポイントないのでね、死にますね。勝てませんので絶対に。これ絶対無理ですね。どうしようもない、これは。今度クイック使いますね。これでね、こうやって倒すんですよ。硬いな。で、今度は、これです。エンカーね。あ、そうか。これ押しっぱなしするんやな。そういえば、忘れてたわ。こうやって避けるんですよね、これね。ヒットポイント1しかないかな、これ。いやー、すごい、死ぬわな。忘れてた、押しっぱなしするんやったな、あれ。どっから、こっからか。これもゴリ押ししかないんですよ。あぶね、あぶね、今のあのパックンみたいなやつをね、誘って避けるんですよね。あ、しょもた。あー、しまった。くそ、今の間違えたパターン、誘うパターン間違えたわ。よし、倒した。ギリギリやな。あ、ギリギリやった。ヒットポイント1ミリやんか。版のね、このロックマンワールド1っていうのはね、一応まあゲームボーイ版の中ではね、5作品出てる中で一番難しいのはもちろんね、歴代のね元祖ロックマンシリーズの中ではね、相当なね難易度の高さなので、上位になると思うんですよ、難易度の高さ的にはね。とりあえずクリアできてホッとしてます。これさえクリアできればね、あとのロックマンはなんとかなるんで。まあ、ロックマンワールド2、3、4、5ね。あとはまあ、なんとかなるレベルですから。スーパーカッター、メットール、2時間ぐらいかかってますよ、クリアするのにね。6ステージしかないのにね。たった6ステージしかないんですよ。4大ボスとワイリーステージ2ステージとね、たった6ステージなのにね、
クリアするのに2時間かかってますからね、合計ね。6ステージね、合計2時間ってことは、1ステージにつき20分かかってるってことですね。平均ね。平均20分くらいかかってるんですね。あ、これは8大暴走ね。顔が出てますね。あ、疲れた。いやー、ほんとね、ギリギリの極限の戦いっていう、ほんとね、まさに死闘というかね、緊張感があるゲームですね、これはほんとにね。これで終わりかな？眺めてますね。はい、Thank you for playing present by Capcom ね。はい、ということでね、クリアしました。はい、2回目ですね、これ。僕ね、前も1回クリアしてるんですけども、今回で2回目のクリアになりますね。はい。はい、じゃあこれでね、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。